こんにちは。ムキモです。今日は、サイバーローフィングという表現の用法を一緒に勉強したいと思います。サイバーローフィングの品詞は、名詞です。意味は、勤務時間内のインターネットの指摘利用です。自動詞の、サイバーローフは、勤務時間中にインターネットを指摘に利用するという意味です。これが名詞化したものが、サイバーローフィングです。サイバーは、コンピューターに関する、インターネット上の、という意味で、ローフは、怠ける、だらだら仕事をする、のら暮らする、遊び暮らす、という意味です。名詞、サイバーローフィングの例文1です。Cyber loafing refers to employees' non-work related online activities, such as surfing the internet, online gaming, or sending personal emails during working hours. 勤務時間内のインターネットの私的利用とは、例えば、ネットサーフィン、オンラインゲーム、個人的なメールの送信など、勤務時間内の従業員による業務に関連しないインターネット上での活動のことを指す。それでは、もう一度音読しておきましょう。Cyber loafing refers to employees' non-work related online activities, such as surfing the internet, online gaming, or sending personal emails during working hours. 勤務時間内のインターネットの私的利用とは、例えば、ネットサーフィン、オンラインゲーム、個人的なメールの送信など、勤務時間内の従業員による業務に関連しないインターネット上での活動のことを指す。名詞、Cyber loafing の例文2です。We have so many cyber loafers here in this office, but how do employees have so much free time for cyber loafing in the first place? この会社には、インターネットで仕事をサボっている人間があまりにも多い。でも、そもそも、彼らには、なぜネットを私的に利用するための自由時間があれほど潤沢にあるのだろうか。それでは、もう一度音読しておきましょう。We have so many cyber loafers here in this office.But how do employees have so much free time for cyber loafing in the first place? この会社には、インターネットで仕事をサボっている人間があまりにも多い。でも、そもそも、彼らには、なぜネットを私的に利用するための自由時間があれほど潤沢にあるのだろうか。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。